久しぶりの花だれでしたこんばんは先輩とステージも久しぶりだったからえ関ヶ原ぶりだりおさんお疲れありがとうこんばんはありがとう公演ありがとうね <laughs> 楽しかった素敵な生誕祭でしたらはさんのこんばんは 俺の初めからソラハの女に変わる日も近いから <laughs> ソラハの女ソラハさんの女になっちゃった <laughs> ソラハさんの女宣言言っちゃいました今日これは瀬戸内の太陽さんあっ <laughs> タマありがとうありがとうねありがとう <laughs> 嬉しいありがとうありがとうタマありがとうとん こんばんは。ええー、あずどくないけどな。<laughs> 本音ですよ。本音を言っただけです。本音を。こんばんは。お疲れ様。三百回。え、嬉しい。ありがとう。いっぱい来てくれて。ねえ、素敵な生誕祭だったね。 ううるうるしちゃったあのパセリさんの手紙とソラハさんの手紙に冬渕さんありがとうありがとうこんばんは <laughs> ソラハさんの女になっちゃったこんばんは宣言しちゃった トイツさんの裏でモモちゃんにワーキしてたりするからな <laughs> モモちゃんさんとはあれはあ関ヶ原の帰り道のバスが隣であの遊ぼうねってお出かけしようねって話をその時にしてたんですよそうで MC でなんかお出かけの話になって最初で最後が。 サラさんですってやっちゃった,言ったらそのそう裏でねも,もちゃんさんとに「行こうね」って「行こうね」って話になって「行きましょう」って言ってただけでわけじゃないですこんばんはまさか。 そう、アフタートークで言われるとはお疲れ様です <laughs> こんばんはあ映ってた DMM 本当嬉しいよかった我々も安住に戻れば散歩許されるええー <laughs> へみんなもちゃんと戻ってくるか心配なのでなちょっとお許し出せないなちゃんと戻ってくるかみんな心配だからこんばんはお疲れ様公演ありがとうあ嬉しい高松で頑張るね高松待ってる ありがとう。ふやぶさん、レインボースター。ありがとう。かいぜんさん、しょけんさん。なーに。ありがとう。タンプレ、え、そう、タンプレもね、渡せたの。何をプレゼントしたか。何をプレゼントしたかじゃあ言うね。そらさんのプレゼント。えっとね、カステラ。<laughs> カステラと、 そらはさんとお出かけした時にいろいろお店を回ったんですよいろんな雑貨屋さんとか服屋さんとか回っててそれあるお店のなんかイヤリングが置いてある場所があってイヤリングのお店があってでそこでそらはさんと一緒に見てて「これかわいいね」って言ってたやつを後日同じお店行って買いに行ってプレゼントしました <laughs>。 のカステラの2個プレゼントしたリオさんラブありがとうこんばんはカステラなんかねなんとか堂のカステラみたいなやつにしたもうこう普通のカステラですあのよくあるノーマルのあのカステラ棒1本 <laughs> 1本まるっとこれはあのカステラ の話をねそらはさんのなんかこのツアーの期間中継めっちゃカステラ食べてたっていう話をあの耳にした時からずっと決めてて <laughs> 絶対にそらはさんの生誕さえカステラ渡すと思ってカステラプレゼントしようってずっと決めてたんですよでお出かけした時にそうあのそらはさんかわいいいいないいなって言ってた イヤリングもちょっとこうあのチェックしてて <laughs> 一緒にいろいろ回りながらそう「そらさんこの中だとどれが一番好きですか?」とかっていう <laughs> ちょっとリサーチしながらお出かけの時ちょっと回ってそれでイヤリングにしましたその時そらさんが可愛いって言ってた「かげ37さんハートありがとう!」 文明堂それだ文明堂のカステラうん文明堂のカステラにしたし <laughs> ミコンさんラブありがとういやおいしいカステラをあげプレゼントしたかったんですソ <laughs> ラーさんにおいしいカステラをプレゼントしたかったのよりっくんお疲れ ありがとう、小井さん黄色のマイクありがとう。こんばんは。そう。喜 <laughs> んでもらえてたみたいですかった。小井さん可愛い,いありがとう。えソラちゃんとあずみの単生植物見とえ嬉しいえやりたいいつか。 そらさんと二人でね、ステージ立ちたいいつか立ちたいな恋さんかわいいありがとうコートテクニックコートテクニック使っちゃったそら <laughs> <laughs> さんそらさんもう一個ね、なんかコップみたいなのと悩んでそう、それも一緒に回ってる時にコップもかわいいねって言ってたんですよそらさんが ミッフィーの,、ね、のコップにするかイヤリングにするか悩んでやっぱイヤリングだとねつけてるところが見れるので <laughs> コップはお家じゃないとお家で使ってるところお家でしか使えないけどやっぱイヤリングはソラさんがつけてるところが見れるので <laughs> イヤリングにしました。 これはちょっとあざといこれはあざとい <laughs> こんばんは熊ねパパさん黄色のマイクありがとう小いさんうまありがとうなんかねお花の形になってる感じのイヤリングでしたよイヤリングでした確かに生誕さんの手紙ねえ 生誕祭いつかしたいな素敵だった今日のソラハさんの生誕祭もファンにもちょうだい <laughs> えみんなにもプレゼントあげたいよプレゼント考えるの好きなんですよ結構そういう企画したいねみんなでプレゼント交換 <laughs> みんなでプレゼント交換したいねそう切ってないカステラかなうん1本 こんな棒になってるカステラプレゼントした。熊ねパパさんお疲れ。あありがとう。足ダメひどいの？ええー、そうなんだ。美容院行こうと思ってた。うん。やっとこの長い前髪とおさらばします <laughs>。切ってもらうこれちょっと長すぎるので切ってもらえます。こんばんは。 プレゼントの中身すぐえそう見てくれたうんであのその一緒にお出かけした時にサラさんが可愛いって言ってたあのイヤリングっていうのもすぐ気づいてくれてそうすぐ言ってくれたんですよ「あの時のイヤリングだよね」って言って「ありがとう」って「こんばんは」<laughs> リボンはせんかった。<laughs> リボンやったら絶対そんなことああハスインハスインって言われちゃうひいくんココナッツありがとう来年二十一歳やっぱ大人なのでリボンつけてプレゼ私リボンお幸せってプレゼントちょっと大人大人すぎるので大人の世界すぎるので <laughs>。 二十一歳のソラハさんにやろうかなじゃあ。次二十一歳になるソラハさんに。二十二歳のアズミンか。あ、二十二歳のアズミンじゃない。二十一歳のアズミンか。二十一歳のアズミンが二十一歳になるソラハさんにやりますじゃないね。恋さん結婚して、ありがとう。こんばんは。 ぬしさんココナッツありがとうこんばんはありがとうえっそう今日無力確かにオクターズだっけみちゅさんとナーピと無力だった楽しいですね無力やっぱり好き難しいけどあの曲 ありがとう大好きだよ私もだよ <laughs> 私もだよありがとう一番目の女になれるかな確かに一番目は無理かもしれない二番目三番目ぐらいかな私まだ三 <laughs> 番目ぐらいかもしれない今泉と空ちゃんだしそうだよ二十歳だからこう見えても二十歳なので私 二十歳、二十歳半年回りました。こんばんは。え、くんレインボースター、ありがとう。魅力パフォーマンス極めて、え。なる、めっちゃなる、うん。めちゃめちゃなります。なるね、極めたくなっちゃう、あれは。こんばんは。 今日なんかマネージャーさんスタッフささんんマネーージャーさんがいっぱいいてなんかドキドキした <laughs> 大人の人がマネージャーさんが多分普通に見に来てるあのお仕事休みだから公園見に来たよーみたいな感じでよく来てくれるんですよ公園の時とかって仕事たその時のお仕事のマネージャーさんは。 あのリハの時からずっといるんですけどなんか別で今日鼻だれの担当のマネージャー担当じゃないけど担当じゃなくって別のお仕事あっ,けあったりとか休みとかで「鼻だれの担当じゃないけどお休みだったから来た」とか「お仕事終わってきた」とかなんか結構聞いてくださってたせっ 生誕祭公演だったらしくてそうなんか見るび見るたび増えていくからあの <laughs> 目線の先に <laughs> ちょちょ後ろらへんで食べてたっぽいんですよ目線の先に増えていくのでちょっとなんかドキドキしながかしてもしましたドキドキしたこんばんは ね休みの日までね優しいよねあったかいヒゲじしんちゃん先生さんレインボースターありがとう仕事前にキレいトレモン飲んでるよおいいね私も飲んだよ今日バッチリ飲みましたキレいトレモンお疲れ様おつですお疲れ様です クさんレインボースターありがとうドキドキマネージャーさんして何人ぐらいえっ、ー、121123456788人 ?9 人8人ぐらいかなあ10人10人ぐらい10人か9人かぐらいいます うんみんなネットに愛されてるねらはさんうんいろんな人に愛されてるだって大好きになりますよそりゃらはさん私も大好き <laughs> ずっとついていきたいって思える先輩ですいさんいえありがとう もうね爆買いしてたのもなくなっちゃったのまた川にゃいけん川にゃいけんのよね確かに増えてるうん私が入ってから私が入って1年経つけど私が入ってからも増えましたよマネージャーさんの人数が何人か新しい方が何人か増えてるそう あンとの一回最高列ほぼ全体目当たせるからよなかなか本当にそっかそっかよかったよかったこんばんにゃマスオさん風呂敷ありがとうキレトレモンパック差し入れしたえしてほしい <laughs> 飲みたい。 飲みたいよこんばんは確かにふう明日はえめっちゃあっという間香川兵庫がもうすぐ来るね香川と兵庫びっくりしちゃうわ明日寝たら香川と兵庫ですよ 明後日。<laughs> キレートレも飲みすぎてもはやキレートレもなってるつ。<laughs> 私が黄色くなっちゃう。キレートレも飲みすぎて。レモンになっちゃう。ね。早いね。明日がラストだから練習。頑張ります。ラスト、ラストレッスン。 こんばんは時が経つの早いね本当にスタバのえねえフラペチーノうんトレンド入りしてたスイカフラペチーノが今日トレンド入りしてました美味しそうだったなんかねチョコチップのトッピングなんかあのトッピングプラストッピングみたいなののカスタムのおすすめみたいなのがツイッターで流れてきてチョコチップのカスタム カスタムトッピングめっちゃおいしそうだったからチョコチップ乗せたいなと思ったスイカスイカフラペチューノ頼む時前髪なめたのそうめっちゃ長くなっちゃったこれ巻いてるけどアイロンでめっちゃ長い巻いててもちょっと長い重たいここから左目が切,ら切ります明日 ひーくん、バラありがとうねチョコチップね合いそうだよねなんかねスイカバーのアイスあるじゃんあんな感じになるって書いてましたそうなんかレ,レポみたいなやつには書いてた。 朝6時そっかーありがとうそんな朝早くから来てくれてもう絶対楽しい時間にしようねじゃあ <laughs> ありがとうね嬉しいよ朝早く来てくれるのね飲みたいよねスイカフラペチーノねめっちゃおいしそうだよねあるもの作ったんとコービーに持っていくねお楽しみにしてますなんだろう そうチョコチップ合いそうだよね断髪式はしない今回はちょっとこっちの毛先の方も数センチほど下を切りたいので髪の毛をなので一緒にもう直角と前髪と今回は一緒にこっちを切るから一緒に切ってもらうことにする明日 <laughs> そうカスタムでチョコチップ追加したらいいらしいそうそういいらしいです こんばんばは恋さんラブありがとう。ねースイカバーどんな感じかねスイカバーみたいな感じなのかなスイカフラペチーのね。ありがとう、香川。待ってるね。ありがとうね、みんな。香川に来てくれ、来る、香川兵庫に来るための。 早起きとか準備とか大変だろうけどたのあの嬉しいですもう会いに来てくれるそれがその事実がなんて言うんだろう <laughs> 本当に嬉しいそう香川では髪切った住民かもしれない短め やった本当嬉しいやったかな嬉しいこんばんはでんださん初見さん何ありがとうボブにはしないよボブは切れないかなアーシャーが長い髪の毛だしボブにはしないですね多分ドラゴンフルーツは9杯ってトロピカルな感じだし あ、そうなんだスイカのフラペチーのええー、スイカだけではないんだそっかえ MC の盛り上げても良かったし確実に進化してると思いましたえ本当に嬉しい <laughs> めっちゃ嬉しい良かった嬉しい嬉しい あずみモチベで行けます。え、あずみモチベで来て。来てください。待ってます。あずみだけ見てて。じゃあ香川。あずみだけ見ててください。ね。楽しみだぜ。頑張るね。確かにお盆初日か、混んでそうちょっと交通交通系。 ボブねしてみたいな髪の毛バッサリいつか切ってみたいけど似合う長さとかがあるんだよな、ね、私似合うかなこんぐらいの方が似合いそう想像つく多分髪の毛切るなら分かんないけど イメージめっちゃ変わりそうこんぐらいがこんぐらいが多分似合うな私ここからまた切りすぎるとあれだけどうんあこんぐらいにしたいな。